お疲れ様です。いぶき、着替えてまいりました。これで主殿のご命令、一緒にくつろぐにお答えできるかと。いぶきはこれから何をすればいいでしょうか。よいしょ。主殿、こちらにどうぞくつろぎくださいませ。主殿、いぶきのとったお茶はお口に合いましたか。主殿と二人っきり、なんだかドキドキ。主殿、いぶきは少し瞑想を。おしゃべりに付き合ってほしいですか。主殿、できればいぶきに何かお任せを。このままではいぶき、ちょっとそわそわしそうです。主殿、いぶきは何をすればいいでしょうか。主殿、いぶきが何か悪いことでもしたのでしょうか。主殿、任務ですね。いぶきも一緒に出撃しましょうか。主殿、向こうに結構物資が積み上がっているようですが、あれが報酬ですか。主殿、新しいお手紙です。お読み上げしてもよろしいでしょうか。主殿、もしお怪我をされているのでしたら、いぶきのよもぎを敷いてみてはどうですか。まだまだありますよ。主殿のような人に仕えると知っていたら、いぶきは具現化されなくても。いぶきは山で暮らして毎日雲を眺める生活も好きですけど、ここに来てから今の生活でも悪くないと思うようになりました。かっこいいですか。いぶきはむしろ笑顔にあふれるみんなの方が羨ましいです。いぶきはみんなと比べて感情を表す術を知らないだけ。
みんなと一緒に生活してようやく気づきました。自分の気持ちを正しく表すのは難しいと。楽しいとか恋とか。主殿、お茶をお注ぎしますね。何もせず一緒に時間を過ごしているだけなのに、いぶき、何か充実してて満ち溢れているような。主殿、いぶきは今恋をしているのでしょうか。主殿、委託ってこれですか。はい、とにかく無事完了しました。これは強くなった感触、感謝です。主殿、お守りします。これ式の手前、褒められるほどではございません。修行を倍にするべきか。この一刀、いぶきの高値にかけて。背水の陣、望むところです。